出せて、好きな本命の女性と良かった場所や楽しかった場所をまた一緒に共有したいということです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は男性が本命女性にしか言わない言葉というお話をしていきたいと思います。男性って本命女性にはどんな発言をするのでしょうか。皆さん知りたくないですか。これを知っておくことで自分がその男性にどう思われているのか分かりますよね。ですから今回は男性が本命の女性にしか言わない言葉について今日はご紹介していきます。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきます。はじめまして。はい、はじめまして。ご相談があります。付き合いたての同じ職場の男性がいます。でも彼はいろんな女性に話しかけたりもしています。私のことを本気で好きなのか分からなくなってきました。本命か遊びを見分けるための男性の言動などありますでしょうか。よろしくお願いいたします、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね、男性が本命の女性にしか言わない言葉ですね。これは付き合いが長くなっても参考になると思います。多くの女性が彼は本当に私のこと好きなのかと不安になりがちですよね。よくご相談いただきます。彼の本気度がなかなか分からなくて本命かどうか気になると思います。ですが男性は本命にしか言わない言葉ってあるんです。なので今日は男性が本命の女性にしか言わない言葉についてお話ししていきたいと思います。男性が本命の女性にしか言わない言葉7選です。まず1つ目です。1つ目はお金を使うような話になります。男性は本命の女性にはお金を使います。ですからその女性に対してお金を使うような話をするんです。例えばいいレストランに行こうという話とか、旅行でいいホテルに泊まろうという話とか、誕生日のプレゼントを結構高価なものにしようとする話とか、このようにその女性にお金を使うような話をするんです。ですが本命でない女性に対してはお金を使いたくないんです。だからケチって話しかしません。まあ彼の経済事情にもよりますが、そういったところから本命か本命でないかを判断できたりもします。そして2つ目です。2つ目は遠い未来に〇〇しようになります。遠い未来とは来年とか3年後とか、まあ年単位ですね。つまり男性は本命ではない女性に対しては変に期待を持たせないために割と遠い未来の話は極力しないようにします。ただ本命の女性に対してはまた違います。自分から積極的に遠い未来の話をしようとしたりするんですね。1年後一緒にハワイに行こうよとか、来年北海道にカニ食べに行こうとか、3年後家建てようよとか、このようにこれからも一緒にいたいという思いを伝えてくるんです。なので彼が来年〇〇しようなどという言葉を使ってきたら、皆さんは彼の本命だと言えるでしょう。そして3つ目が次いつ会おうかになります。男性はやはり好きな女性とはまた会いたいと思うんですね。つまり本命女性に対しては絶対に次の約束につなげたいと思うわけです。ですから積極的に次の約束をしようとしたりします。そのため次いつ会おうかとか、今度〇〇に行かないなど次につながるような言葉を使うんです。なので男性が次回の話を具体的にしてくるのなら、また会いたいという気持ちの表れだと理解していいですね。特に相手から次の日程や場所を具体的に提案してくる場合、本命である可能性が高いということです。そして4つ目は〇〇の家族に挨拶に行きたいになります。皆さんの家族に挨拶に行きたいという言葉も男性が本命の女性にしか言わない言葉ですね。男性が彼女の家族に挨拶すると結構な責任が伴います。そのため本命の彼女でないなら彼女の家族に会うのは避けたいのが本音です。それでも彼女の家族に挨拶に行くというものなら、それだけ彼が彼女に対して真剣な証拠ですね。特別な彼女だからこそその彼女の家族に挨拶に行って知ってもらいたいと思っているんです。彼女の家族に挨拶に行くということは少なからず結婚を意識してしまうものなので、なかなか男性からは言い出せなかったりします。それなのに相手へ挨拶に行きたいと言ってくれたら、彼は皆さんとの将来を真剣に考えてくれているということですね。親に顔を見せて挨拶するということは結構な覚悟を決めているということです。そして5つ目です。5つ目はまた一緒にここに来ようねになります。遊び相手なら行ってよかった場所にまた一緒に来ようとは思いません。ですがずっと一緒にいたい本命の彼女なら、行ってよかった同じ場所にまた一緒に来たいと思うんですね。このレストラン美味しかったからまた一緒に来ようねとか、来年もこの花火大会に一緒に来ようねとか、またここで次の誕生日を一緒にお祝いしようとか、男性って好きな本命の女性と良かった場所や楽しかった場所をまた一緒に共有したいということです。そして6つ目です。6つ目はもし困ったことがあったらいつでも行ってになります。男性は本命女性の助けになりたいと思っています。サポートしたいんですね。そして貢献したいんです。どんな時も力になってあげたいし、困っていたら助けてあげたいと思っているんです。ですからもし困ったことがあったらいつでも行って、このようなことを言われたら本命の彼女の可能性は高いですね。そして7つ目です。7つ目はいつでもおいでよ、いつ来てもいいよになります。彼が一人暮らしで彼の家に行くことが多く、そんな時に
いつでもおいでよとか、いつ来てもいいよ、このような言葉は本命にしか言いません。まあこれは浮気してませんというアピールでもありますからね。浮気していたら鉢合わせするので、いつ来てもいいよとは言えないんです。また言葉だけではなく、合鍵を渡されたらより本命ですね。このあたりもチェックしてみてください。以上が彼が本命女性にしか言わない言葉7選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目がお金を使うような話、そして2つ目が遠い未来に〇〇しよう、そして3つ目が次いつ会おうか、そして4つ目が〇〇の家族に挨拶に行きたい、そして5つ目がまた一緒にここ来ようね、そして6つ目がもし困ったことがあったらいつでも行って、そして7つ目がいつでもおいでよ、いつ来てもいいよになります。彼の本気度がなかなかわからなくて本命かどうか気になっている方はぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただけますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つ目の秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。